皆さん今回もごご視聴いいただきままして誠にありがとうございます今日はねいつもの歌声を聴いて解説ではなくてですね昨日ちょっと、えー、ネットニュースに上がっていた内容で、まあ、気になるなということがありましてね今日はそれについてちょっといつもとは違う、ね、動画の内容になりますけども、えー、お話ししたいなと思うんですけど昨日のね18日月曜日の3時頃 お昼ね、お昼過ぎ3時ごろに配信されたニュースで「ライブ中下を向いて携帯点点と見る気ないなら外出ろや」と人気バンドボーカルの苦言に賛否ということでという記事が出てるんですね。でこれちょっと読んでみますけど人気ロックバンドノーベル・ブライトのボーカル竹中雄大さんが2024年3月16日に X を更新しとライブ中の観客の行動に苦言を呈したという。 それに対して X ユーザーからは賛否両論のコメントが寄せられているということで何が行われたかという3月16日に開催された「目覚ましテレビ」ね朝フジテレビでやってますけれども30周年フェス・イン・東京というイベントが行われたんですね。でそこに s m i l e アップのグループウエストや韓国のボーイズグループボーイ・ネクスト・ドアラと共演したのがそのノーベル・ブライトの皆さん。 で、竹中さんライブの終了後に「X」で「目覚ましテレビ30周年フェス in 東京」「僕たちは初めて地上波で取り上げてくれた番組活動の節目節目にいつも密着してくれて僕たちの活動をいつもたくさん応援してくれたと」とそんな大好きな目覚ましのフェスに出れて本当に嬉しかったとはいいうふうに書いてあります。みんなな素敵な1日をありがとうと という投稿をしたそのすぐあとね次のポストで最高の日やったけど一つ残念なことがと切り出したというはいでその内容が「上手3列目」「上手」ってのお客さん側から見てステージの右側が上手左側が下手とね上と下って書いて上手下手の上,手の上手の3列目にいた女子2人組とはいこれね竹,竹永さんがそう,そういうふうに書いてるんですね「上手3列目にいた女子2人組」 えー、ライブ中最初から最後までずっと座って下向いて携帯触っててと、うん、普通に見る気ないなら外出ろやって思ったとたまに触るくらいやったらまだマシやけどさすがに前すぎて目立つし目障りやからとそれはシンプルにムカつきましたねと怒りをあらわにしたと。 続けてまあ顔を上げさせることができなかった僕の実力不足なのかもしれませんが「悔しいけど頑張ります」という投稿が上がったという。でこれに対してね「えーまあ、言い方もうちょっとなんとかならんかったのか」というふうに、えー、書いてるね皆さん、まあ、コメントもたくさんあったという、まあ、こういう話なんですけど、まあ、の私はこれをね読んでねう もう本当に私の個人的な意見ですけどまずその、まあ、上手に座っていた女の子2人ね3列目の子たちっていう子が、えー、本当にいたとするならばあのー、まあこれはちょっとなしでしょうねだからずっと下向いて座って携帯見てるっていうのはまあどうだろうなと私は個人的に思います。やっぱり ね、ライブの会場で、まあ、もちろん自分が好きなアーティストね、まあ、フェスですからいろんなグループが出てくるので多分その女の子2人がお目当てのバンドがいたと思うんですでノーベルブライトはきっっとそううじゃなかったんでしょうけれどもやっぱりライブの観客席に座っていてというか、まあ、立っていて。 まあ、あの立ち上がって一緒に盛り上がらないとかっていうのは、まあ、その人のこう、ね、音楽の楽しみ方でいいと思うんですけどずっと下向いて携帯を見てるはやっぱりちょっとこうねあの、まあ、もちろんノーベル・ブライトの皆さんに対してもそうですけどなんかその場の空気としてはやっぱりちょっとこうルール違反じゃないかなと私は思いますよね。えーまあ、興味が例えばばなければ まあどういういうお客さんの席になってたかわかんないですから急に外に出れるかどうかわかんないですけどだとしてもずーっと座って携帯を見てるっていうのはだって逆にねじゃあ,あの全然レベルが違う話かもしれないですけれどもあのカラオケにじゃあみんなで行きましたでまあ順番にこう歌っていく中で自分が歌ってる時にねずっと携帯見られてたら。 いいい気はしないですよね、まあ、それはもうお金がねあのチケットがあってとかっていうところのレベルは全然違いますけどでも単純な話、えー、誰かがまあ自分がカラオケで歌ってる時に他の人がずっと携帯電話を触っているのっていうのは嬉しくないですよねこれは多分みんな嬉しくないと思うんですよだからそれはやらない方がいいでしょうねというはいだから逆にこのね、まあ、女の子たち本当にそういうふうにされてたとして えー、2人組がじゃあね見に来ているそのバンドの時バンドかグループかそロか分かりませんけど自分たちが見に来たそのアーティストの時にじゃあ極端な話隣の人がずっと座って携帯を見てたらその女の子たち2人はどういうふうに思うのかなという,もうこれはだからまあライブという今今回のねシチュエーションですけどそういうことじゃなくてもそういうまあ一応お客さんの席というところにいて、まあ、自分たちの気持ちはどうあれライブのこうねお客さんの一人ですから。 そうなった場合には、まあ、なかなかそれはね結構まあ、一晩とどれぐらい何分かわかりませんけど30分40分ずっと携帯見てるってまあ、ちょっとね確かに失礼な感じはするなと私はこのニュースというかね記事を読んだ時に思いましたそして、えー、真逆に考えてじゃあそれをまあ、ノーベルブライトボーカル今回竹中さんがライブ中に当然ねかみ 3列目ですからで皆さん立ってこう盛り上がってるとこに2人座ってるだけでも目立つと思うんですけどそこであずっとスマホ見てるなとなったとしてですよ、まあ、この今度はこう演者側からの感覚として見た時に、まあ、私はそんなねどでかい目覚ましフェスなんか出れるほどの、えー、ステージを経験したことはないんで本当に想像ですけれども私なんかは小さいライブハウスとかでやっててもですね まあもしかしたら興味のない方っていのはいたとしてもこれね投稿を竹永さんの見る限りずっと頭から最後までずっと見てたっていうふうに言ってるということはずっと竹永さんも見てますよねその子たちのこと。でもお客さんたちっていうのは多分フェスですから何千人とかいると思うんです。 でそれのまあ一番前の方もいれば後ろの方からでもねこんなちっちゃいノーベル・ブライトの皆さん竹中さんをずっとね見たくてあの応援して頑張って一緒に乗ってってお客さんも後ろの方もいますからそういうことを考えたら、まあ、この子たちはもちろん気になりますけどでも、ね、もちろん皆さんに向けてやってると思うんですけどあんまりもう気にせず。 ね、何千人何千人か分かりませんよでも何千人中のまあ見えてる2人だとしたらこの子たちに標準を合わせて歌ってはないと思いますけど気にはなると思いますけどまあこれはもうここはこことして他の人たちに向けてねもちろん目一杯ねパフォーマンスされたと思うんですけどもう完全無視でやってしまってもよかったんじゃないかなとそしてその完全無視というのはこうライブが終わってからも。 もうそんなことがあったけれどもその X に投稿せずに悔しかったなあというそのまあ、ね、ご本人たちも,もちろんそうだと思いますけれどもスタッフさんであったりとか、えーまあ、その、ね、事務所の人たちレコード会社の人たちとああいう風にに、ね、なってたな嫌だったなと打ち上げでお話しするとかだったらまあね他のバンドとかでも、まあ、音楽に限らず他のの、ね、グループでもいろんなことあると思うんですけど。 これをねやっぱり X に投稿してしまうと当然こう賛否が出てきますよね。えー、だからもうここは、ね、今の時代ですからやっぱりこうね演者さんと、まあ、ファンの皆さんというか、えー、こう一般のねこうリスナーの人たちとの距離も近くなってるからこそ。 今後こういうことになったら嫌だからということでねお話ししてることもあるかもしれませんしもしかしたらもう単純にもうちょっとねムかっぱらが立ったので思わず送ったというかね投稿したということもあるかもしれないですけど、まあ、そこはやっぱね当然賛否出てくると思いますからまあ言うとしたらまあ勝手な私のね想像ですけど、えー、ノーベル・ブライトのファンクラブのね例えば解放誌であるとか。 それからラジオであるとかね本当にもうファンの皆さんだけがこう見てくれたり聞いてくれたりするところでまあこういうこともあってちょっと悔しかったんだけどねっていうふうに言うことでねなんか解消っていう言い方がどうか分かりませんけどっていうやり方もあったんじゃないかなというねこれあの X に投稿するっていうのは非常に今の時代特にこうリスクを背負いますし。 じゃあこれをねもうちょっとこう深く考えてじゃあ竹中さんこれを言って何が言いたかったのかっていうふうになるとこれねさっきのもちょっと読みましたけど、まあ、ずっとこうね、えー、どこでしたっけあさすがに前すぎて目立つし目障りやからそれはシンプルにムカつきましたねというこのことを言いたかったのかそれか顔を上げさせることができなかった僕の実力不足なの,でなのかもしれないということが言いたかったのか。 それがまあ普通に見る気ないなら外出ろやって言いたかったのか。まあ、これによっても変わってくると思うんですよね。でも多分。シンプルに僕の実力不足だったとは思うだったかもしれません。っていうのはこれはまあ本当にね。それこそ世の中にアップするからちょっとこう。フォローというかね。まあ。 おまけっ言い方はどうかわかりませんけどちょっともうそういうこと賛否の P が少なくなるようにフォローで入れたような感じしますから私が見る限りはやっぱりねそういう失礼な見方をしないでほしいとでそれでまあ興味がないんだったらねもうちょっとその席にいないでっていう配慮があってほしかったなというなんかこうライブとお客さんということだけじゃなく社会のルールとしてうん,なんか 言いたかったというなんかそういう投稿に私は見えるので、まあ、これはだからあのライブの話だなので皆さん賛否出てくると思うんですけど、まあ、きっと世の中のルールの話だと思うんですよね。 えだからまあ映画館に例えば入ってね今でもいるじゃないですか映画見に行ってもあの携帯は音鳴らさないようにしてくださいよって言っても着信を鳴る人もいれば途中でペケ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 なんかこう開けながら見る人もいるじゃないですかああいうそのルールをもう守りましょうよってすごく大きな意味でねでまあ、僕たちがたまたまライブをしてる時にそういう子たちがいたけれどもでも 他の、ね、アーティストの時もそういうことをやるともちろんその方たちにも失礼に当たるよと竹永さんは思ってその子たちにまあすごいですけどね言ったらその2人組に対してみたいな投稿になってますけどあ,のあんまりそういうことよくないよという,こうルールをね世の中の、えー、改めてこうお話ししたみたいな投稿なのかなとどちらにしてもこのね X の投稿に対するその賛否皆さんがいろんなことを書けますから特にね SNS というのは最近も使い方いろんなこと言われてますけど。 私はね本当にいろんなことをお話ししてきましたけども、えー、竹中さんとねもしそういうことが言いたかったんだとすればお話しされてることと同じでやっぱり自分が興味がないものであってもその、ね、演じてくれてる人たちに対してあからさまに私たちは興味がないですよということを、ね、示す必要もないしそれはちょっとやっぱり大人のルールとしてどうかなということで、まあ、竹中さんがそれをツイッター、まあ、X か。 上で、えー、たくさんの人に向けて発信したということもちょっと今の時代ねなかなかリスキーだったと思いますけれどもきっと、ね、社会のルールを改めて考えましょうよということだったんじゃないかと思いますので、えーまあ、私はちょっとね本当に端っこの端っこですけど音楽のお仕事をさせていただきながら、えー、ものすごくお気になったニュースだったのでちょっとね、えー、個人的な意見をお話をさせていただきました。まああ結局ね音楽ってすごくあの 好みの部分が大きいんでねこういうことがあったとしても別にノーベルファンの皆さんノーベルファンじゃないノーベルブライトファンの皆さんはねその音楽性が好きで竹中さんの歌声が好きであの応援してるわけですから、まあ、極端なこと言ったら好みじゃない方たちねだからノーベルブライトファンじゃない人たちのことは、まあ、関係ないといえば関係ないんですけどやっぱりこうやってフェスでいろんな人のこう、ね、ファンがいる中では ノーベル・ブライトを応援してるお客さんたちもそういう人たちが見えたらちょっと嫌だと思うんですよね。だから、まあ、お互いでそれはもうねあのどのグループのファンの方たちもやっぱりフェスでみんなで集まってる時にはちょっとそうねずっと下向いて携帯の前よろしくないんじゃないのかなと。ははいいいそういうことはなななかなかない 世の中に少しでもねなっていったらいいなという気持ちを込めての竹永さんの投稿だったんじゃないかと思いますので、えー、私がまあ言ってもね影響力なんか何もないと思いますけれどもあんまりこう賛否の P の方をねいっぱい投稿して自分もそういう何か書いてる時ってみんなあんまり良くないこと書く時はあのいい顔してないですからね楽しく毎日いい顔でね過ごしましょうということで。 うまくまとまったかどうか分かりませんけれども私個人的な意見をお話をさせていただきましたということで皆さんこんな動画でしたけれども最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。